GP125 のモーション制御の鈴木です。はい、バッテリー昨日駅入れて充電、はい、しましたね。でこれをセットして、でガソリンはもう入れてありますから、なんか私はガソリンとオイルをね、やっぱあれじゃない、ちょっとなんかね、その前もなんかブレーキ、フロントブレーキとリアブレーキね、リアブレーキ、フロントブレーキ、何かね、ちょっとおかしいですよね。ちゃんと考えてるね、やらないと。はい、そしたらとりあえずこちらね、ちょっとこれ開けて、ちょっと開けますよ、はい、ね、そうするとここにバッテリーを入れる場所がございます。はい、ね、昔ながらのスクーターが好きな方にはね、おなじみの場所でございます。はい、最近のはね、ここにはバッテリーがついていない、うん、そんな感じになってますけどね。お嘆きの皆様、はい、大丈夫です。 GP125 は今でもバッテリーがここに入るようになっております。とりあえずさあ、どうでしょうか。でもね、まずターミナルでしょうね、はい、そしてここにまずセットをね、で、私はこれ数台やらせていただいてございますが、プラスはねここなんですけど、これこっちに入れるみたいですね、これね。でこうやってますね、よく分かっていなかったっていうねことがございます。こう回してね、止めた時もございますが、はい、これが一番しっくりきますね。この位置のバッテリーがこの位置にある利点は何ですか。重心が低くなる。バッテリー重いから、まあ、そういうのがありますよ。何ですかね、デメリット、まずね、バッテリーがすごくこの辺りすごい汚れる。あとね、これ外すのがすごく大変。ハーネスがみんな入ってるから、まあ、いろんなね、メリットデメリットあるとは思いますけどね。で、マイナスか。これ繋いだ瞬間から電源が入って、そこからこの車両の稼働時間ですかね、命のよいしょ、ね、分かるんですよ。どれぐらいっていうのみんな出るんですよ。そしたらこれをとりあえずね、で OBD コネクタがこうついてるっていうね、これが最新のスクーターの照明だ。さて、そしたらね、これ蓋はしないでエンジン始動するのですが、ここでエンジンを始動すると排ガスがこの中を、ね、充満する。これを移動しますよ、ね、これちょっと外にね出してかけましょうね。いいですかね。ね、こういう感じで、はい、三脚とともに一緒に皆さんも移動していただくわけでございます。いかがですか。アングルはどうですかね。そしたらエンジンを始動しましょうね。これね、最初は燃料をまだガソリン何も入ってないじゃないですか。だからちょっと変な音がするよ。スイッチを。エンジンしてる。そしたらね、こちらとりあえずつなぎますか。エラーはないかな。エラーはないかな。エラーはない。つまらんやつだな。ない。なんてことか、ヒストリーない、何のエラーもない、ね、まあ、当然でございます。
で、これ ABS とか付いてないんでね、ABS の方はちょっとしないですけど、あと、データアナライズ。データアナライズ。今ね、アイドルセットポイント1903回転。少し下が、今1900回転ですね。あの、ダンキーしてるんで下がってるんですよね。少し、いきなりポンって下がんないんですよ。あれ、いきなりポンって下がるバイクありますよね。回転数がドーンってね。少しずつなんですよね。これ、この車両はね。そして、このスロットルポジションセンサーとかね。これひねれば、このスロットルポジションの角度がね、変わります。で、0.23 ボルト。TPI アイドルなんとかですね。そして、エンジン、ECU カウンター 0.9H。これ、ずいぶん沈んでるね。今、1H。はい、1H 1H かな。どこで動いてたんだ、ね、つながりだ、はい、さあ、そしたらですね、これはもう、あとできるのはね、スロットルの、確かリセット、TPI ADV リセットですね。まあ、できるんですけど、まあ、それをやらなくていいですね、はい。そしたら、じゃあちょっとしばらくエンジン食べていこう。さあ、そしたらですね、とりあえずね、ヘッドライトがどうだとか、ね、強化ビーの点検をしましょうよ、ね、それをやらなければ始まらない、うん、まずヘッドライト、ね、ちょっと上、はい、もう、はい、もう、あ、いい感じです、はい、そして、ポジションを OK、ウインカー、OK、めったに使わないのかもしれないけど、ホーンね、ホーン、ちょっと鳴る。で、ナンバーと、ナンバーと、明るいからよくわからない、ついてるね。で、ブレーキランプが、前ブレーキ、後ろブレーキつけたを点検するわけですよね。こっちがこれなんですか、後ろブレーキ、ホーン、リアブレーキ、OK。今なんか後ろブレーキの時に右、前ブレーキやった時リアブレーキって言った？まずいですね。フロントブレーキ、後ろブレーキ、もうこういったわけわからなかったですね。 OK ですね。あの強化ビルはバッチリです、はい、そしたらシートオープン、シートオープン、大丈夫で、燃料の、はい、そしてビンカバーね、ビンカバー、これをここに付け、車体番号は合っている。で、これは出して、はい、で、暖気運転後の数値の異常とかそういうのを見てくださいっていうのがあるんで、うん、あとね、距離計ね、距離計とかがちゃんと動くかどうかね、オドメーター、長押しなんですよこれ、トリップメーターね。そしてオイルチェンジメーターね、今ゼロですね。オイルサービスメーター。そしてオドメーターに戻る。で、時計をセットしましょう。ちなみに上部は今10時13分。両方な、オドメーターで両方長押し。4秒ぐらい。点滅。モード押すのかな。モード押すとこう切り替わります。で、今 AM なんで AM10 時に合わせましょう。で、上を押すと時間から分に切り替えますね。思い切りは13分でしたね。14分変わった。 OK。 で、あとはね、これ長押しを調べて1回切ってくるわけですね。 OK。 よし、さあ、じゃあ時計のセットも OK ですね。どうですか、エンジンはだいぶ温まってきました、ね、押せないね、押せないねそう、回してね、すごい。さあ、あ、出るかどうかの確認もしないけど、切らない。どうだろうね。さあ、そしたらですね、これ出るかどうかを確認しないとね。おお、危ねえ。押すと少しずつずれる。危ない。変わんない。反対側もね。出なきゃ出ないで困るから。
ちょっと緩めかな、ちょっと緩めですかね、締めてね、締まっちゃいますからね。オイル入れ替えして、で、ドレンをマグネットボルト、マグネット付きやつに変えますね。で、うん、まあ、ちょっとその辺をね、あと、その辺にはここも、ちょっと。レブラジオの攻撃機能結構重要なんですよ。結構ね、合ってないとかね、あの下向いてるんですけどさ、ちょっと上向いてるんですけどさ、ありますからね、見ないと回るよね。あれチェック項目があった気がするな、はい、さあ、こんな感じで UT125 待ってます、もう少しで終わります、はい。